全然スムーズだな。足つきはちょっと腰高だな。腰高っていうか W800 に比べるとちょっと足つきは、そりゃスポーツモデルなんでよろしくないかなと。あースムーズだな、すげえスムーズ。なんかドコドコーンドコドコーンと、もっとドコドコっとくるくるのかと思いきや、意外と平和、平和というか落ち着きのあるジントルマンみたいな感じですね。ブレーキ効くね効くね効くね。ハンドルは何だろう、さすが硬いのかな。ハンドルが重い、ハンドルが重くて安定してる。車幅は非常に細身ですね、すごい細い、まあ、タンクも長細いけど1200あると思えないですね。コンパクト、非常にコンパクトです。でハンドルも結構近いし、そんなに前傾じゃないですね。 W800 カフェのスワローハンドルと、そんなにスワローハンドル、あっちよりハンドル近いかもな、距離感は。非常にトルクがあるので結構シフトサボってもいけますね。加速、なんだこれ、すげえな、十分な加速ですね。で非常にね振動が少ないですね、この排気量でこれだけの馬力がありながら振動が非常に少ない、ちょっとびっくりするぐらい少ないですね。うん、回転域によるのか、ポジションは近くていいですね。なんかこのポジションだったらいいのになって感じだな。このメッキの感じがいいですね、非常にキラキラしてて、このメッキのツヤ感、そしてこのタンクかっこいいなこれ。ちょっとねタンクのここが細すぎてニーグリップがしにくいというか、結構意識してポジション作んないと前下がりになっちゃう。ちょっとこれ峠に持ち込みたい感じですね。このなんかコロンコロンと重い感じでコロンコロンするのは攻めがいのある足回りですね。まあ、タイヤが太いというのもあるんですけど、よっこらせという感じで右へ左へ行く感じ、やっぱスポーツバイクのハンドリングですね。やっぱ街中を走るようなスタイルの優しいバイクだと結構簡単にコロンコロンと右へ左へ行くんですけど、まあ、これはやっぱりどっこいしょという感じで右へ左へ重く行く、その代わり安定感がある、そんな感じですね。これは怖くないですね、全然怖くない、全然怖さがない。これはいいやつや、欲しいやつや、この足回り。いやーこれ羨ましくなっちゃうね。いやちょっとこれは簡単な試乗だけでは語り尽くせない魅力がありますね。これ全然ポジション楽ですね、ツアラーとしてもいけますね。はい、というわけでね、残念ですけどここまでです。
はい、というわけで、ちょい乗りだったんですけども、まあちょっとした補足ですね。で、このスラクストン RS、 とにかくパワーはありますし、ブレーキも効くし、足回りも完全にスポーツ寄りなんで、クラシカルな見た目でスポーツ並みの性能が欲しいという方にはうってつけな感じでした。なんかこうカウルついててね、なんかトゲトゲしたスタイルのこうスポーツバイクっていう感じじゃなくて、もうちょっとオールドルックでバイクらしいスタイルでも SS とかね、まあそういうスポーツバイクに置いていかれないような、それなりの走行性能は欲しいという感じにはいいのかなと思います。で、上手い人がこれ走らせればね、まあ、この見た目でもちょっとした SS ぐらいならもう完全に詰められるんじゃないかと思いますけどもね、まあ、私はねやりませんしできませんけど、まあ、それだけかなり走破性は高いと思います。で、ポジションもそんなきつくなくて比較的楽な方だし、でドッカーンってくる加速でもないので街乗りも全然余裕でできます。まあ、ただね、ネイキッドスポーツとかそういったものよりは足つきとかこう、まあ街中寄りではないですけども、幅は細いのですり抜けとかね、取り回しも比較的楽な方だと思います。で、シート高もちょっと高い感じはしたんですけども、こうシート幅が太いっていうわけではないので、まあそれなりに足もちゃんとつくんじゃないかなという感じですね。まあスポーツ走行するにはベストなシートの高さとバランスではありました。で、ロングツーリングもね結構いけると思います。前傾ではありますけど、そこまでやはり低くはないし、振動も少ないので長時間乗っても疲労感は少ないと思います。まあ、なかなかオールマイティな感じでしたね。ただ1200のツインというなんかね、こう結構どこどこ来る感じをイメージしてたんですけども、まあ最初の方でも言った通り、なんかどこどこ感というよりはね、ゴゴゴゴゴワーという感じだったので、なんかこうバイク乗ってるぜという感じは少ないかもしれません。まあトライアンフってね、あ、こんな優等生だったんだねというのが印象が強かったです。川崎のね W800 より全然静かでね、振動も少ないし、でゴワーッと加速していくし、コーナリングも早いんでね、まあ非常に今時のバランスのいいバイクという感じでした。まあでもね、このコンパクトさとね、車重とあと見た目ですね、まあ、すごい好きな感じですね。これロケットカウルがねオプションらしいんですよね。で、私だったらもうこれロケットカウルはつけちゃうかなという感じですね。やっぱロケットカウルかっこいいですよね。そんなバイクでございました。今回は以上です。